はい、皆さんこんにちは、マンダリングリビッシュです。今回お届けしていくのはですね、セリーグ編、すでにお届けしている企画になるんですが、タイトル誰が取るんだという検証をですねお届けしていきたいと思います。投手3部門、打撃3部門ですね、それぞれのタイトル、パリーグで誰が取るのかというのをこのプロ野球スピリッツ2015の中で検証していきたいと思います。検証の方法はですね、ペナントレースモードで、145試合、全日程消化させて、誰がタイトルを取るのかという結果を見ていくという方法でやっていきたいと思います。今回はパリーグの検証になりますので、パリーグからチームを選んでいきたいと思います。実際にはですね、スキップで最後まで、プレーの方を進めていきますので、どのチームでもいいんですが、まあ、ここではソフトバンク選んでおきたいと思います。で、あとはですね、検証していく上で、戦力、各チームの戦力については開幕時の戦力で、検証していきたいと思いますので、全チームの編成を初期化しておきます。その他のですね、設定についてはこの後字幕を出させていただいて説明させていただきますので、そちらで確認をお願いします。はい、早速ペナントの方を見ていきたいと思います。順位の推移の方が右側に出てますね。セリーグ、パリーグともに出てますので、そちらの方も合わせて注目してみていただければと思います。広島はセリーグ優勝しています。かなりゲーム差をつけての圧勝劇ですね。で、パリーグの方はオリックスの方にマジックが点灯しています。で、このままオリックスがパリーグを制したという結果になりました。セリーグの方はもう広島が2位ドラゴンズに 12.5 ゲーム差で優勝してますね。で、日本一はオリックスが輝いたという結果になっています。それでは早速ですね、タイトル誰が取ったかというのを見ていきたいと思います。ファーストランナーパーフォークを放っています。打点王はファイターズの楊大観が取っています。長打力 A で、まあ、対右投手も B、ミートも高いという楊大観が打点王に輝いています。まあ、一番大きな要因は多分この後4番に中田がいるんで、楊大観で勝負というようなケースが多かったのかなというふうに思います。打点王は楊大観です。まずはということがエースの大パス、初球打ち高く上がった、打球が伸びている、伸びて突き刺さ、警戒していかないといけない。首位打者は銀次が取ってます。対右投手 S、ミートも、右 B 左 C、 非常にミート高いですね。あと左打者になってますんで、足はねそんなにめちゃくちゃ速いってわけじゃないんですが、まあ、内野安打とかも多かったのかなという銀次が首位打者に輝いてます。はい、ホームラン王は中村です。ライオンズのおかわりくんこと中村、長打力 S、パワー A、
圧倒的なパワーでね、日本人スラッガーとして君臨している中村がホームラン王に輝いています。最優秀防御率は金子千尋が取っています。今シーズンちょっと出遅れている印象というか、まあ、出遅れているんですけど、能力はご覧の通りも非常にズバ抜けて高い、どれも一級品の金子千尋、最優秀防御率を取っています。だからなおもチャンスは続けて覚えたいですね。ここはどう見てもいいですよ。これは右打ちもあるやと思いますね。さあ、おい、まあ、ちょっと手が出ずにストライク、先制が、変化球空振り、見逃し三振、ランナー釘付け、残念ながらあと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。チャンスですね。飛ばせません。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。先制点のかかる場面でしたが、三振でツーアウトです。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。最多勝と最多奪三振の2冠に輝いたのが二刀流大谷翔平です。ストレートマックス162キロに、落ちるスライダーにフォーク、あと手元で動くカットボールと緩急つけるカーブですね。非常に奪三振力の高い大谷翔平が最多勝と最多奪三振の2冠に輝きました。ここからは空振り三振、アウトもそうですよね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。攻め切ることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振。最後、数字見ていきましょう。現時は3割4分6厘、中村は36本ですね。打点は123打点で、陽が打点王に輝いたという結果です。投手部門では最優秀防御率に金子千尋 1.93、1点台ですね。最多勝は大谷翔平18勝、奪三振は216取っているというところです。いかがでしたでしょうか。以上がパリーグのタイトル争いの結果になります。さて、プロ野球スピリッツの方ですね、スタープレイヤーモードの方、高橋由伸でのプレー、実はもう最後までプレー終わってまして、今、アップロードの準備をしているところになっています。次、こんな検証してほしいとかですね、あるいはそもそもこんなゲームをやってみてくれとか、何かそういうご要望ですとか、あるいはアドバイス等々ございましたら、チャンネルあるいは動画のコメント欄の方に、ご意見を寄せいただくかですね、ツイッターの方に、コメントいただければと思います。